現実逃避をしたくなる瞬間って、ないかな？今の生活に嫌になった、人間関係に悩んでいる、いろんなことの積み重なりで、そんな気持ちになるんだろうね。今回の一致は、現実逃避目的で青森に移住したよ。その3年間の軌跡、覗いてみよう。現実逃避したくて青森県に3年間住んでみた、前編。3年前まで、引きこもりニートで誰にも相手にされなくて、ただつまらない毎日を送ってた。青森は現実じゃねえのか。笑った。くそ。青森県某市は昭和で止まってる。人も、建物も、社会的構造も、何もかもが昭和で、インターネットも普及していない。市街地の店は、ほとんどが全部昭和時代の個人商店、雑居ビルも昭和風。それも高度成長期前の風情、携帯ショップやコンビニのような、現代的な店もない。心なしか走ってるバスもボロボロで、若者のファッションも昭和風。その頃はマジで自丸しようかなとか考えてた。意味もなく睡眠薬とかカッターとか買ってて、精神的にマジでやばかった。そんな時ネットで知り合った人に、なんとなく今の自分の現状を全部話したら、青森に来ないか？って誘われた。現実逃避したかった俺は、青森に行くことを決意、駅で待ってるって言ってたけど、全部嘘だったら、とか考えるとマジで不安だった。夜行バスに乗って青森に到着、早速待ち合わせの駅に向かうと、誰もいねえ。騙された。やべえどうしよう。金ほとんどねえよ。家帰れないじゃん。とか考えてたら、30分遅れでおっさんが車で迎えに来てくれた。君だよね。ネットのいきくんって。あ。はい。そうです。ごめんね、遅くなって。騙されたかと思いましたよ。じゃあ家に帰ろうか。ほら乗って乗って。はい。なんとか無事おっさんと出会えてほっとした俺。久しぶりに見た外の景色が綺麗すぎて泣けた。駅から車で30分ぐらいのとこにおっさんの家はあった。やっぱ田舎だから家がとんでもなくでかい。早速家に入ると寺美人の女の子が3人。あ、紹介するよ。これ俺の娘。名前は長女がゆり、次女がみき、三女がえりこ。長女は21歳で、働いてるらしい。次女は大学生、三女は高校生。で、今日からここが君の部屋ね。結構広い部屋を貸してくれた。しかも無料で食事も付きでおまけに美人3姉妹、青森に来てよかったと実感した瞬間だった。青森で早速いい思いをした様子の一致、どんな生活が待っているのかな？ありがとうございます。俺頑張って働きます。君は散々辛い目にあったんだ。ゆっくり休んでていいんだよ。いや、そんなわけにはいきません。俺も働きます。いや、畑仕事でも手伝ってもらおうかな。俺も年だし結構辛いんだよ。おっさんは、リンゴとブドウと米を育ててるらしい。ちょうど米の田植え中だったらしく、手伝うことになった。が、しかし長年引きこもりニートをやってた俺に、田植えは辛すぎた。そんな俺におっさんは、機械も操作得意だって言ってたよね。これ使ってみる？と、自動田植え機を授けてくれた。使い方いまいちわからなかったけど、楽しすぎ笑った。いい人なんて本当にいるんだな。娘がいるのに男を住まわせるなんて、相当信用されてたんだな。畑から見える山の景色が半端なく綺麗だった。畑仕事もいいなと実感しながら働いてた。気がついたら2時間ぐらい経った。すると長女が大声で、おい、お父さん一くんご飯できたよ。と呼んでくれた。田舎の女の子は大胆だな、とか思いながら早速家に帰る。泥まみれな俺とおっさんは、先にお風呂に入ることになった。お風呂先どうぞ。いや、だからお風呂先どうぞ。一緒に入るに決まってるだろ。マジっすか、おっさん。あんたはホモなのかと思った瞬間だった。男同士だしいいじゃん。丸の付き合いって大事だよ。わかりました。半ば強引に、一緒に風呂に入ることになった。襲われたらどうしようとか考えながら、風呂のドアを開けると。風呂でかすぎ笑った。風呂でかすぎでしょ。だって田舎だし、都会とは違うよ。だから一緒に入ろう、って言ったんですね。ようやく理解。二人ぐらい余裕で入れるしね。おっさんはホモではなかった。早速馴染んだ様子の一致、スレミンも微笑ましく見守っているよ。おっちゃんの話はいいから、美女の娘たちのことかけよ。青森県はリアル北の国からだよ、いろいろな意味で。お風呂から出たら、早速飯だ、ワクワクしながらテーブルに座ると、飯の量多すぎ笑った。これを5人で食べるんですか？当たり前だよ。量多くないっすか？いつもはもっと少ないんだけど、食べ盛りのいきくんがいるからね。俺そんな食べれない。残さないでくださいね。丸抜きで全部食べましたとさ。飯を食べた後は、自室に戻ってすぐ爆睡。長年引きこもりをやってた俺に、畑仕事は辛すぎた。3時間ぐらい眠って起きた俺は、携帯を見てみた。何も言わずに家を出たのに、親からの連絡は一切ない。やっぱ俺は、東京じゃ必要とされてないんだな、と改めて実感した。俺は、おっさんの部屋に行った。俺、どれぐらいここにいていいんですかね？好きなだけいていいけど、東京には戻りたくないの？俺、誰からも必要とされてないんですよ。今だって、黙って出てきたのに、親から連絡一切ないし。世の中東京が全てじゃないよ。東京に居場所がないなら、ここで作ればいいじゃない。ありがとうございます。じゃあ買い物行こうか。おっさんと俺と長女で、夕飯の買い物に行くことになった。30分ぐらい車を走らせて、ようやく到着。たかが夕飯の買い物で、30分もかかるのかよ。と、田舎初心者の俺は思った。マックスバリューとかいう、東京では聞き慣れないスーパーマーケットに着いた。田舎では、スーパーマーケットといえば、マックスバリューが主流らしい。早速いろいろと買い物をして、レジに持っていくと。あら、初めて見る顔ね。うは、店員が喋った。はい、今日から青森に住むことになったんですよ。そんなんだ、東京から大変だねー。うちで面倒見ることになったから、よろしく。田舎の店員は、客と喋るのか。フレンドリーすぎわろた。店員さんとも話すことができた一致、人との触れ合いが、一致の心を溶かしていくよ。マックスバリューは全国展開している。そう考えていた時期もありました。うっふな生活マックスバリュー、とかなんとかって歌あったな。ちょっとマックスバリュー行ってくる。文章ではちゃんと会話ができてるように見えるが、田舎初心者の俺は、地元の方言が全くわからなかった。みんな、だ、とか言っててわけがわからなかった。とりあえずなんか言われたら、だ、って言えばオケってことだけわかった。そういえばおっさんって、あんまりなまってませんよね。ああ、俺昔東京に住んでたから。そうなんですか？と言っても、20年ぐらい前だけどね。仕事が大変で、逃げるようにここに来たんだ。昔から田舎に憧れてたし。なんとなく、おっさんと俺は似てるなと思った。青森はこの世界の最後の楽園に違いない。飯まで暇になった俺は、少しでも青森になれようと、散歩してみることにした。早速家の周りを歩いてみると、すれ違う人たちがみんな俺をガン見してくる。あれ？俺寺有名人じゃん。とか思って最初は嬉しかったが、だんだんうざくなってきた。なんであんなに俺をガン見してくるんだ。もしかして俺の服装がおかしいのか？とか思いながら、家に帰りおっさんに尋ねてみた。すれ違う人たちが、俺のことガン見してくるんですけど。ああ。田舎ってよそ者に敏感だからね。そのうち慣れるよ。なんかよくわからないが、田舎って面白い。青森にもう20年住んでるけど、未だに方言が聞き取れない。青森でも、若い人はあまり方言知らないよ。嘘をつ、以前1週間ほど青森に行ったが、スーパーで子供が母ちゃんに言ってる言葉が聞き取れなかったぞ。ガソリンスタンドの兄ちゃんも、激しくなまってて道を聞いたがわからなかった。カラオケ屋の女の子も、何を言ってるのか聞き取れなかった。外国に行ったみたいだった。これからの生活が楽しそうで何よりだよ。スレミンも感心しているね。そして夕飯。次女と三女も帰ってきて、初めて全員で食べる食事だ。フレンドリーな次女とはすぐに仲良くなったが、三女がてら人見知り、あんまり口聞いてくれない。俺嫌われてるのかな。マジで深刻な問題だ。次女ちゃんは、どこの高校に行ってるの？ここから自転車で1時間ぐらいかな。すごく遠いな。この辺高校ないんだよねー。三女ちゃんは、そこの、ごめんなさいね。この子人見知りなの。あ、いや、全然。中学校はすぐそこにあるんだよ。ああ、あそこっすか。買い物行く途中に通りましたよね。でも最近子供が少なくて、廃校になりそうなんだよね。それは深刻ですね。果たして俺は三女と仲良くなれるのか。すまん間違えた。次女大学で三女高校な。早く打とうとしてこんがらがった。青森で人生に絶望してる俺は、どこに行けばいいの？東京へ。明日は山の方とか海に行ってみようかとおっさんが言ってくれた。明日がてら楽しみだと思いながら眠る俺。しかし田舎って虫が多いな。めちゃくちゃでかい虫が家の中をブンブン飛んでやがる。虫嫌いな俺にはかなり辛い。そして翌日、朝起きると、おっさんがいなかった。おはよう。おはよう。三女ちゃんおはよう。おはよう。おっさんは？こんな朝早くからどこへ？お父さんなら畑だよ。こんな朝早くから？畑仕事って大変なんだよ。じゃ、俺手伝ってきます。頑張ってー。三女に嫌われすぎわろた。途中道に迷ったが、なんとかおっさんと合流。おはようございます。ああ、おはよう。手伝います。おお、ありがとう。朝早い畑仕事に早速出た一致。この後どうなるかな？飯抜きで朝から畑仕事とか、大変すぎわろた。昨日の畑仕事ですでに筋肉痛な俺は、マジで丸ぬ寸前。しかし、朝の田舎の空気ってやばいな。ガチで空気がうますぎる。それに、若干霧がかかってる山が、半端なく綺麗だ。なんとか仕事を終えて家に帰宅すると、家の前に猿がいた。近頃青森にも、猿が人の町に出没して、暴れることがあるらしい。深刻だな。ガチで、おっさんの畑も何度か猿に荒らされたとかなんとか。お腹空いて丸にそうな俺は、朝からお茶碗5杯の飯を食べた。記録更新。そして俺が青森に来て一番驚いたのは、テレビ放送の時間が東京と違いすぎる。ありえない時間に、笑っていいともがやってるんですけど、アニメは見れるんだろうかとか色々不安になってきた。散歩して時間を潰し、昼飯を食べて早速山の方に行くことになった。てら楽しみだぜ。青森で軽音見れたのは感動したわ。青森でアニメやってるわけないだろ。俺も田舎に憧れてるから参考にする。おっさんの車に乗って、山の方へ、レッツラゴー、と言っても、おっさんの家のすぐ裏に山があるんだけどね。ていうか、周りが山に囲まれてるから、どこにでも山はあるんだけどね。まあそんなことは気にしない。車で10分ぐらいのとこに、割と道が整備されてて安全な山があるらしいから、そこに行くことになった。山に到着してすぐ、俺は山の中へ突撃。山の中とかてら楽しい。無断で入っていいのか聞いたら、田舎は別にそういうこと気にしないらしい。田舎やべえ。東京だとすぐに訴えられるだろ。猿に遭遇しないか気になったが、まあ気にしない。一番気になったのが、山の底ら中に神社と鳥居があるっていう、そんな立派なものじゃないけどね。なんか面白い。次は海の方に行くことになった。車で30分ぐらいのとこに、海があった。漁船大杉はロタ。この海は北海道に繋がってると言っていた。北海道まで泳いでいけるのかなとか考えたが絶対無理だと思った。それにしても青森って何でもあるな。山と海があるなんて最高じゃないか。やっぱ青森は最後の楽園に違いない。そして俺はひらめいてしまった。やはり俺は天才だ。早速俺は、近くの店で釣り竿と餌を借りてきた。よし、マグロを釣るぞ。釣り初心者の俺は、おっさんに餌の付け方を教わり、早速海へ投げた。釣れない。そう簡単に釣れないよ。釣りって難しいですね。練習しないとね。慣れなって初めは釣れないよ。ところで何釣ろうとしてるの？マグロです。ちょ。無理に決まってるでしょ。青森ってマグロ釣れるんじゃないんですか？こんな浅瀬で釣れるわけないでしょ。マジっすか。マグロは釣れないらしい。マグロでも受けようと考えてたのに、残念だぜ。家に帰ったが、また泥まみれな俺は、すぐに風呂に入ることになった。無論おっさんと一緒に。少女たちも一緒に入ればいいのに。はぁ？何考えてるんですか。変態。家族なんだしいいじゃない。良くないでしょうが、おっさんがよくわからなくなってきた。イッチとおっさん、まるで漫才コンビみたいだね。いつまでもこのやりとり見ていたいな。畑仕事に慣れてきて、そろそろ俺も畑仕事ではなく、ちゃんと働いて家に金を入れることにした。どっか雇ってくれるとこないっすかねと、おっさんに聞いてみたら、知り合いの酒屋を紹介された。明日酒屋に行けばすぐに働けるってさ。あれ？履歴書とかはいいんですか？ああ、そういうめんどくさいことは、田舎にはあんまりないねー。どうなってるの？田舎。翌日。すいません、おっさんの紹介できた、1ですけど。ああ、君が1くんね。はい、1です。おっさんから聞いてるよ。じゃ今日からよろしく。あ、はい。じゃ、俺これから配達行くから、ここよろしく。レジの使い方わからない。ああ、レジね。来られてるから意味ないよ。うは、マジっすか。じゃよろしく。そう言って、親父は車で配達に向かったとさ。残された俺は、店のテレビを見ながらぼーっとしてた。というのも、全く人が来ないからだ。田舎って、マジで人ほとんど来ないのな。忙しすぎるのも嫌だけど、それ以上に誰も来なくて暇な方が色々辛いな。すると誰か訪ねてきた。いらっしゃいませ。あんら？魚のうなぎさ、どこ行ったんだ？あははら、んら標準語で喋るか？魚のうなぎはどこに行ったんだね？ああ、親父なら配達に出てますけど。ああそう、ありがとう。マジで方言意味不明すぎる。とりあえず俺はここで働くことになった。ついに俺は、長年続けてきたニートから卒業できたわけだ。酒屋で働くことになったイッチ、本当に楽しそうだね。ちょっと腹減って丸にそうだから、飯食ってくる。すれ残ってたらまた書きます。なんだよ娘との風呂はどうなったんだ。一旦パマルツ吐くが、脱ぐタイミングが来たら教えてくれ。飯食ってきた。これから書くから待っててくれ。気がつけば、季節は夏になっていた。青森での生活は、色々と俺をたくましくさせてくれた。来る前は若干腹が出てたが、青森で生活していくうちに、余分な肉が全部筋肉になった。そしてこの夏、俺は決心した。免許を取ろう。青森での生活で、車はもはや必須だった。今の俺は、おっさんがいないと遠くに行けない。そこで俺は、車の免許を取ることを決意したのだ。おっさん、俺、車の免許取りたいんだけど。おお、いいんじゃないか。おっさんから許可を難なくもらった俺は、早速教習所に通い始めた。いろいろ苦戦したが、3ヶ月程度でなんとか習得。おっさんやったよ俺免許取れたを。おお、よくやったじゃないか。いいな、私も欲しいな。会社行くとき大変なんだよね。俺が長女さんを車で送りますよ。長女はやらんぞ。しかし、未だに東京の家族から連絡が一切ない。おっさんか、長女次女三女か、バイト先からしかメールが来ない。いよいよ俺の存在は忘れ去られたわけだ。もう俺には戻る場所はない。いや俺の戻る場所は青森のこの家しかない。俺は一生青森で暮らすことを考え始めていた。そんなある日珍しく、長女が夜遅くに酔っ払って帰ってきた。おっさんと次女三女は無論寝てるため、仕方なく俺が長女を介護した。おい、長女さん大丈夫か？あいちくんじゃあな、私酔っ払ってないよ。うわ酒臭い、長女さんこんなとこで寝ちゃダメですよ。はい水です、これ飲んだら寝てください。あごめんね、少し酔っ払ってたみたい。やっと正気に戻りましたか。会社でさ、ちょっと嫌なことがあってね。俺でよかったら相談に乗りますよ。ちょっといちくんの部屋で話してもいいかな？これは、あれ？これって恋愛イベントだよね？マルゲーで見たことある展開なんですけど。イベント？一対一はこの後どうなるの？やっと本題か。住民票とかの移動手続きやらないと、免許なんてもってのほかなんだが、家出してきて、簡単に手続きできるもんか？本試験だけ同じ都道府県で受ければなんてことない。ソースは俺。それにしても優しいおっさんだな。どこで出会えるんだよ。ここにいるよ。青森県住みのおっさんだよ。来たら優しくしてあげるよ。美人三姉妹の娘はいるんだろうな。漏れなく1歳半のメス娘がお出迎えします。お土産はカリカリでお願いします。缶詰ならなおよし。カリカリって何ですか？娘さんいるんだ。いいな。君はカリカリもわからんのか。そんな奴に娘はやらん。車の免許って30万近くかからなかったか？気前のいいおっさんだ。酒屋の給料じゃね。免許取るための金は、半分は俺のバイトの給料から出して、半分はおっさんが払ってくれた。世の中まだまだ善人はいるもんだ。ああ、いいですけど、なぜですか？あんまりいちくんの部屋、入ったことないから、かな？じゃ、行こうか。俺の部屋、会社でなんかあったんですか？うん。ちょっとね、部長にすごく怒られちゃった。なんかしたんですか？私の後輩がミスしたんだけど、ミスを私のせいにされちゃった。それはひどいじゃないですか。なんなら俺が言って。いいんだ。別に。私っておっとりしてるから、昔からこういうことよくあるんだよね。長女さんは悪くないですよ。いちくん。結局、朝まで長女さんの愚痴に付き合って、酒飲んでわーわー騒いでおっさんに怒られて、特に進展はありませんでしたとさ。これなんてまるげ。そんなある日、次女が友達に、俺を会わせたいと言ってきた。ねえ？友達がいちくんに会いたいって言ってるんだけど、会ってくれる？なんで俺？いやその子、東京に憧れててさ、いちくん東京に住んでたんだよね。東京のこと話してやってくれない？相手は女の子でしょ？恥ずかしい。私と普通に話してるじゃん。次女はいいんだよ、中身おっさんだし。何よそれちょっとどういう意味？その後、次女にフルボッコにされて飯抜きにされたけど、おっさんと長女が助けてくれて、飯食えた。なんだかんだで結局、次女の友達に会いに行くことになった。場所は定番のジャスコ。ジャスコって。ジャスコしかないもん。あ、いたーともちゃんだ。こんにちは。あ、どうも。この人だよ東京に住んでたいちくん。なんかめんどくさそうなことになってきたな。東京に住んでたんだけど、今うちに居候中なんだよ。すごい。東京の話してくれません？ともちゃん可愛いからオケ。ちょっと何よそれ。それから、東京のことをともちゃんに話してやった。渋谷とか109に興味があるらしい。あんなとこのどこに憧れるのやら、俺は秋葉原に行くことをおすすめしたが、オタクキモいから嫌だって言ってた。俺もオタクなんすけど。その後車で若者の定番スポットを回った後、ともちゃんと別れた。ともちゃんかわゆすなー。何よそれ。ともちゃんに言っちゃおう。やめれ。携帯取るな。携帯は預かっておく。返せ。バカ暴れるな。事故る。俺の運転テクがなかったら、マジで事故る寸前でした。股が熱くなってきやがった。田舎に住みたくなってくるそれだ。免許取るには、公的な身分証明書が必要なんじゃないの？東京から取り寄せたのか？身分証明書は、ちゃんと持っていくに決まってるだろ。あと着替えとか、生活必需品も持っていったな。そんなある日。あれま、三女がなーに忘れてる。あらら、これないと大変なんですか？体育できないな。じゃあ俺届けてきますね。すぐそこだし。頼んだわ。うほ。JKJKJK。俺はただ、女子高生が見たくて、この役を買って出たのであった。ここが三女の高校っすな。それにしても生徒少ねえ。三女が変な男に絡まれてたら、俺が助けなければ。職員室。すいません、三女のクラスどこっすか？あら、あなたは三女さんの家の居候さんですね。あ、知ってるんですか？有名人ですもん。田舎は噂が広まるのが、異常に早いな。ここが三女のクラスですな。三女ジャージ届けに来たぞ。ありがとう。おう、どういたしまして。なんなら、授業を見ていきますか？ JK を見に来て、美味しい展開に持っていかれそうなエッチ。マジっすか？三女のジャージ姿を拝むために、俺は授業を見ていくことにした。女子更衣室を覗こうかと思ったが、さすがに無理そうなのでやめた。体育はバスケットボールをやっていた。三女はほとんどコートの隅にいて働かなかった。しかも俺のことが気になるのか、チラチラ俺の方を見ていた。その度に手を振ってやった俺は鬼畜だったか。きっと三女は恥ずかしかったんだろうな。俺寺鬼畜。家に帰ってきた三女に、バスケットボール頑張ってたな。って言ったら、もう来ないでねって言われてしまったぜ。俺やっぱり鬼畜だったみたい。フレンドリーな次女は、なんならうちの学校来てもいいぞ。とか言ってた。ともちゃんの授業参観になら行ってもいいぞ。って言ったら、またフルボッコされました。まだスペック書いてなかったけん、俺、22歳、自丸考えてたが、現実逃避するために最後の楽園青森へ、おっさん、ネットで知り合った、俺を青森に呼んでくれて面倒を見てくれている。長女、21歳、働いている、優しい、次女、大学生、騒がしい、三女、高校生、人見知り、おっさんの妻、俺が来る前に離婚していない、青森に馴染めなかったらしい。青森行きて八甲田山を自転車で駆け巡りたい。いやいやいや八甲田山をなめんな。自転車なら丸寝るぞ。マリオカート64にこんなコースあったな。話が壮大すぎてやばい。こんなにいいおっさんと娘たちなのに、なんで妻は離婚しちゃったんだろ。もしくは本当は病丸？っていうか、こんなよくできた娘によく育ったな。俺も前々から気になっていたおっさんの妻について触れた。非常に聞きにくいんだけど、おっさんの嫁は？ああ。少し前に離婚したんだ。あ、ごめんなさい。変なこと聞いて。いいんだ。今は東京に住んでるのかな？娘たちとは連絡取ってるみたい。そうなんすか。ここに馴染めなかったみたいなんだ。やっぱ都会じゃないと生きれない人っているからね。そうですよね。俺は逆に都会で馴染めませんでしたし。書いてなかったが、この時点でもう1年ほど経ってる。俺は相変わらず、酒屋でバイトしながら畑を手伝う生活をしていた。青森に来て1年、すっかり馴染んだ一致だけど、2年目はどうなのかな？いいなぁ、三姉妹と同居なんて、まるで丸毛の定番じゃないか、いいなぁ。元引きこもりには、何もない田舎はいいのかもなぁ。稀におっさんの家に、近所中の人たちが集まって、朝まで酒を飲む意味不明なイベントがある。最初はびっくりしたが、次第に俺も、その中に混ざるようになっていた。長女も無論参加、次女もジュースだけど参加、三女は自室に逃げる。今日あたり、やるか？まさか、あれをやるというのか？いよいよ、なのね、ついに、来たか、ポプリ。そして夜、おっさん、いい魚手に入ったから持ってきたぞ。ポテトサラダ作ったのよ食べれ。大い酒いっぱい持ってきたぞ。近所 C、D、E、F と続々と集まってくる。ついにあのイベントが発生するのか、俺も酔いつぶれる覚悟を決めて、命がけでこのイベントに参加するのだ。いやみんな、今日は丸ほど飲んでくれ乾杯。乾杯。俺が目覚めたのは次の日のお昼、無論記憶がほとんどぶっ飛んでる。おっさんや長女もあんだけ飲んだのに、朝から元気に働いている、なんて人たちだ。このまま東京にいたら、もっとダメになると思い始めてる。高校出たら田舎に行こうか本気で考え始めてるんだが、行くとしたら青森にしようかな。そんな甘くないぞ。1は間違いなく釣りだし、仮に現実だとしても相当幸運。もし本気なら、おすすめとしては大学、教員免許、田舎の先生、もしくは財産全部売り払って、農家をやる。農家はいいぞ。現金収入のタイミングが限られることを考えなければ、家は広いし空気はいいし、健康になるし飯はうまい。今なら、国産有機農法を売りにして、通販するって手もあるけどな。事実ならいい生活してんな。自分はダメだ。とか思ったら、大きいことすべきなんかな。コツコツと日常からやれることでもいいよ。人と運次第。シャーマンキングを全巻揃えてる俺的には、やはり恐山に行くべきだと思った。早速おっさんに恐山の行き方を聞いて、レッツラゴー、すると次女も一緒に行くとか言い出した。おまけに三女も強引に誘ってきて、三人で行くことになった。よしじゃ行くか。あたし恐山初めて。おま、青森県民なのに恐山行ったことないのかよ。ところで恐山、って何？それでも青森県民か。マルシャが集まるとこじゃなかったっけか？怖いんですけど。今さら、それにしても、意外に恐山と薄着はロタ。よく覚えてないけど、2、3時間は余裕でかかったと思う。ボソゲさんに何しに行くの？観光かな。あとイタコっていう人たちを見てみたい。ああ、イタコね、聞いたことあるよ。また唐突にイベントが発生したな。この話はどこに向かっているんだ？三女ちゃんは恐山とか興味ないの？興味ある。あるんかい。三女がオカルト好きだと知ったのは、もう少し後の話。恐山ってなんかいいよね。一回見に行きたかったんだ。三女、頼むからなんか喋ってくれ。腹減った。確かにな。ラーメン食べたい。わがまま言うなよ。ラーメンがいい。こんなとこにラーメン屋なんて、ありました。たまたまあったラーメン屋に3人で突撃。安いのにしろよと言ったのに、次女はネギ味噌チャーシュー、三女は担々麺、俺、一番安いただのラーメン。まったくなんて奴らだ。人の財布の残金も考えないで。トイレ済ませたか？もう止まらないぞ。大丈夫、大丈夫。じゃよし行くか。そうこうしてるうちに、ようやく恐山に着いたっていう、なんか湖みたいなのがあったな。あとお地蔵さんみたいなやつがたくさん。イタコには会えなかったが、それなりに楽しめたぜ。なんか三つどもえ思い出した。恐山観光を楽しんだ一致たち、また距離が縮まったみたいだね。恐山を観光して、帰宅する途中に事件は起きた。気持ち悪い。は？マジっすか？ダメだ、車に酔ったみたい。袋。中、やめろ、危な。袋。おえー。俺が袋を差し出そうとした瞬間、次女は耐えきれず、三女の膝に吐きました。おくり。大丈夫か？二人とも。あっすっきりした。お前、どこに吐いてんだよ。いや、だって、緊急事態だったし。三女が固まってる。三女大丈夫か？とにかく車止めるから待ってろ。車を止めてすぐに、次女が吐いたゲマルをティッシュで拭いたが、完全に服に染みている。大丈夫だよ洗えば、落ちる。三女。ごめんね。わかった。じゃ、これから三女の服買いに行くか。それじゃ外出れないしな。うほ。太っ腹、ほんと？ああ本当さ。1万円もあれば、子供の服ぐらい余裕で足りるだろと、鷹をくくっていた俺であった。で青森の若者は、どこで服買うんだ？やっぱジェスコさんっすかね？青森駅の方行けばたくさんあるよ。遠すぎはろえない。わかったよ。行くよ行けばいいんだろ。三女の服を買うために、青森駅へ向かいましたとさ。そういえば、青森駅の方に来るのは初めてだなとか思いながら、走ること3時間ぐらいで到着。なんつうか、時代遅れなギャルが多すぎわろた。10年前の渋谷にいそうな奴らばっかだった。早速洋服屋で三女に似合う服を探す。次女が、これなんかどう？とか言ってたくさん服を持ってくるが、三女が全て却下。ちらっと値札を見てみたら、5、6千円は余裕でするじゃねえか。高い。おまけに次女まで自分の服選びを始めた。間違いない。こいつ俺に買わせる気だ。間違いなく次女は俺にねだる気だろうから、俺は意地でもそれを回避することに決めた。じゃなきゃ間違いなく1万円を超える。次女？俺たちそこのベンチで待ってようか。息はベンチで待ってて、後で呼びに行くから。次女も一緒に来いよ。なんでよ？いや俺、暇になっちゃうしさ。私忙しいから、あっち行ってて。くそ、ダメだ。こいつ。意地でも俺に洋服をねだる気だ。ベンチでそわそわしていると、三女が呼びに来た。服決まったよ。ああ、どれにするんだ？これにするよ。うは、2千円じゃん。もっと高いのでもいいぞ。これでいいの。わかった、じゃこれ買うか。三女、お前ってやつは、なんていいやつなんだ。三女の優しさが身に染みる一致。次女はどうかな？さあ、欲しい服があるんだけど。次女、まああと8千円残ってるし、買ってやるかと思い店に行くと。あのね、これ欲しいんだけどな。あ、8千円とか舐めてんの？俺の全財産じゃん。ねえ、お願い。お前ってやつは、わかった、買ってやるよ。その代わりこれから敬語使えよ。やったーありがとう。こうして、俺の全財産は消えてなくなったとさ。帰る頃にはすっかり暗くなってた。青森駅から1時間半ぐらいで、ようやく家に到着。満足げに家に入る次女と三女、俺は車の中を掃除していた。そしたらおっさんが来て、いろいろと金使ったんだろ？これ受け取って。2万円。俺1万円しか使ってないんで、いいですよ。いいから。おっさん、あんたって人は、なんていい人なんだ。いい話だな。おっさんいい人すぎ。裏を勘ぐるのは東京に住んでるからなのかな？俺も青森行きてー。夏はみんなで、海に行くのが恒例行事。おっさんの立ちで海のすぐそばに住んでる人がいるんだが、観光客は、その人が海を所有してるもんだと勘違いして、そこの海には誰も来ないらしい。つまり、か、ぜ、か、し、き、り、じょ、う、た、い。誰もいない海で遊ぶとか、立地すぐる。地元民の特権だな。そして美人三姉妹の水着を拝むのが、毎年の俺の楽しみである。海に入りたい。そろそろ入れる頃じゃないか。じゃあ下晴れたら行きましょうか。やっこい。嬉しそうだな。この変態。嫌だ。もう、キモい。そういえば、そろそろ水着きつくなってきたわね。そうだな。じゃ、早速買いに行きましょうか。俺これから畑に行かなきゃならんから、いきくん連れて行ってあげてくれ。ういっす。無論、自分好みの水着を買わせるのが目的である。俺の密かな戦いが、始まりを告げた瞬間であった。なんと次のラウンドは、三姉妹の水着選びだよ。三女の可愛さは異常。もう漫画化しろよ。俺的には、三女、スクール水着に近いやつ、次女、あえてピンクのビキニ、長女、○○黒ビキニ、これを買わせるのが俺の目的さ。早速ジェスコさんに到着。水着売り場へ突撃。一人だと、女性用の水着売り場って入りづらいが、女の連れが一緒だと楽々入れるぜ。早速次女が、黄色のビキニを持ってきやがった。これなんかどうよ？ダメだに合ってないぜよ。ピンクのビキニが似合うんでねえか？ピンクって、似合うかなー？似合う間違いないぜよ。わかったー、ちょっと見てくる。わかった。次は、三女がビキニタイプに手を出そうとしている。待て三女にビキニはまだ早いだろ。そうかな。あそうだ、ビキニは大人になってからでも着れる。どうしようかな。三女、ビキニは、胸がないと。そうだよね、やっぱビキニは今度でいいや。順調だぜ。残るは、長女様だけか。なんとしても黒の○○ビキニを買わせる。本当に楽しそうな一致だけど、果たして結果はどうかな。次女にはブルーのビキニだろ。どうしようかしら。この黒のビキニなんかどうかな。黒って着たことないからな。大丈夫、似合うよ。そうかな？ちょっと考えてみる。マジかよ。早く黒のビキニを買ってくれ。数分後。決めたー。ピンクのビキニ買うよ。私もさっきのに決めた。俺の作戦は見事成功だぜ。あとは長女のみ。決めたわ。白のビキニ買う。白はやめた方が良くない？どうして？いや、汚れが目立つじゃん。それもそうだね。やっぱ黒にする。お、ぜ、の、か、ぜ、しょ、う、り、だ、ぜ。ちょい飯、残ってたらまた書き込むぜよ。果たして1は、団らんの食卓を囲んでいるのだろうか、それともネカフェでカップラーメンを食べているのだろうか。ネカフェでカレー食ってるに違いない。人生のどん底にいた一致。そんなことから青森のおっさんと出会い、刺激的な生活を青森で過ごすこととなったよ。3人の美人姉妹と一致は、これからどんな関係になっていくのか。そして一致は人生において、大切な何かを見つけることができるのか。気になる続きは、ぜひ後編を楽しみにしていてね。このチャンネルでは、毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。